どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、えー、ただいまですね、えー、の大好評で、えー、G ラボガズレレウクレレたちの、えー、販売と予約を受け付けている真っ最中なんですけど、そんな中なんちょっと飛び込んできた面白い、えー、ウクレレ、G ラボウクレレのちょっとね、話があるんで、今日は急遽ですね、えー、ベトナムであの G ラボウクレレのこのね、製品を作る時のこの工場の生産管理をですね、えー、主に担当してくださってる G ラボスタッフの金松 さんをですね。ゲストにお招きしてちょっと今日ね。あの対談形式でちょっとね。ご紹介したいものがあるんで、ぜひ皆さんあのお耳とお目目を拝借したいと思います。金松さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい え金松さんはちょっと初めて、あのー、み見る方も、ね、いるかもしれないですけど G ラボこのガズレレウクレレではです、ね、もう欠かせない、あのー、すごい重要な役割を担っておりましてえベトナムにもう普段住んでおられて奥様もベトナム人ということでベトナムで,です、ねあのーえー、とこの G ラボウクレレの工場があるんですけどそれの、ね、生産管理っていうのはすごいやっぱ大事になってきてまして何月までにいつ生産してどの木材をいつまでに仕入れてみたいそういう裏方を、ねあのー、全部こう資料にして で、まとめてこう全体を動かしていくというものすごい重要なあの、キーポイントとなるお仕事をされている。もうあの方でございまして。あの僕も何回もね。もうあのベトナムに行った時にはお会いしているんですけど、今たまたま旧正月で日本に来ていらっしゃるという話でびっくりして僕も知らなかったんですけど、ちょっと簡単に自己紹介をお願いできますか、はい？はい、えジー、G、ラマの金松と言います。えー、っと普段は生産の管理まあ。先ほどガズさんからもご紹介ありましたけど、スケジュールとか管理をして日本に発送。 をするスケジュールをまあ管理しているという状況です。あとはまあ川上と一緒に品質を見たりですとか、まあ、その工場の状況全体をつかむような仕事をしてます。 はいいいよよろろししししくくおお願願まますすで今日はもう早速ですけど本題に入ろうと思うんですけど、えー、ガズレレの G ラボウクレル皆さん本当に大好評で最近いろんなあの嬉しい声も届いておりやっぱりその中でどうしても出てきちゃうものっていうのがありますそれはあの B 品というふうに言われるものがあるんですね。で 今回、えー、ちょっと今ね、ベトナムからちょっと届いている、えー、今、船に乗ってる最中のウクレレがあるんですけど、それについてご紹介なんですけど、B ラインという、えー、商品があります。この B ラインというのは、つまり何かというとうん、これは金松さんの方からちょっとご紹介していただきましょう。はいえー、B ラインというのは、通常の B 品とは違って、通常の B 品ってあの傷があるとか。 そういうものなんですが、そういういのではなくて木材の特徴としてあの一般的に、えー、例えば木目がきれいに出てないとか例えばじゃあ節がちょっとあるよとかそういうようなものっていうのを今回その B ラインとしてあの、まあ、通常のレギュラーラインとは別で販売をさせていただこうかと。 いいうふうふに思っておりますはい、つまりいわゆる B 級品っていうものは、小傷があったりだとか、移動中にちょっとついちゃった傷があるとか、えー、そういうなんか欠けがあるとか、そういうものを B 級ですけど、B ラインというのは、そういうのは全く問題ないんだけど、例えば見た目の木目がちょっとこれ悪いなとか、なんか節がたまたま、えー、入っちゃったよねというものが、やっぱどうしても生産すると出てきちゃうということで、つまりですね、引き心地等とはですね、まあ、 あの通常のライン通りめちゃくちゃいい音なのにそのね僕がねすごいあのー、すごいなと思ったのは実はちょっとこれ見てくださいえっ、ー、とこの間ちょっとお知らせしたこのエフェクト内蔵のサンプルのウクレレなんですけどこれね見てここよく見ると見えるかな B って書いてあるんですよねこのウクレレ B 級品なんで B 級品を使ってこのサンプルのシステムを作り上げたというようなことでわ、あのー、我がガズンの手元に渡ってきたんですけど僕これ見た時にえこれの何が あの B ラインなのか B 品なのかっていうのが分からなかったらどうやらここの木目ですねここですよね勝間さんはい、ここそのブリッジの横の部分ですね,ここねそこねこことここにちょっと変なあのまあ変というかこれも味ですよねなんで僕はね,ね逆にこういうついた方が僕どっちかというと個性が強い楽器が好きだから <laughs>、うん、こっちを選びたいぐらいなんですけどなんとジーラボウクレレではですねこれは B ラインに入れるとこれはもじゃ あのウクレレマスタービルダーはね、モジャののこだわりというかなのかなな基本的にはそうですね、あのやはり、えっと、きれいな木目が一定して出てないということだけで、弾かれちゃってるっていう。うこれ、通常のねあのう、うちの犯人がいつも使ってる薄れレ,レのソプラノですけど、こういう、ね、のがまあいわゆる A ラインというか、まあ、あの製品としてさんちゃんと皆さんのお手元に届くやつですけど、まあ、確かにそうやってこうやって見ると。 そういうちょっとねこうなんていうのかなこうこうなあの見る人によってはあ、なるほどこういう目目かってあるかもしれないですけどあの音はですねめちゃいいいいんですよ。めちゃいいの。 なんでこれが B ラインなんてめちゃくちゃお買い得じゃんということで皆さんにちょっとこれをシェアしたいと思うんですけど今回、今回の予約受付期間中にこの B ラインのえと予約受け付けますというご案内でございます皆さん <laughs> はいえー今ベトナムから船で来てる最中なんですかね。そうですね来週届く予定 今回、この B ラインの、まあ、お値段なんですけど、あの低価、いわゆる A, A 級ラインの、えー、値段よりはまあちょっとかなりこれリーズナブルだということですけど、金松さん、どのぐらいの値段の設定になりそうですか、ね、えっと今回のものに関しては20、20%オフで考えています。 本当こ,のこれで個性ですからね、逆にそうです、ね、めちゃくちゃお買い得だと思うんですよね。皆さん、ちょっとこれ、はい、20%オフすごいですね。でも、あの本当にこれはあの今、聞いてもらったら分かるように、<laughs> そのなんていうんだろう。いや、僕も今ね、値段ちょっと知らなかったんで20、20%オフかと思う。まあ、ちょっとご検討されている方、これはぜひチェックが必要だと思いますけど、見た目なんですけどあの、金松さんの情報によると、これ、この、 今僕が持ってるウクレレとほぼ同じらしいです。というのも木っていうのはこういうふうにかまぼこみたいにねこういうふうに木があるのを輪切りにしているから何,あの何個も同じようなウクレレの木目が出るってことですよね。はい、なのでこの色がすごく参考になると思います。これがその時に生まれた兄弟分が何本かできるってことですよ。この ちょっと癖のある兄弟が。なんで、今後もこういうの G ラボではもしかしてね、出てきちゃったときには、あの、やっぱ切って、切ってみないと分かんないっていう要素が大きいから、やっぱこういうのが出てきちゃうんですけど、つまりはあの A 級のラインのものとちょっと違うものも、これから今後ね、どんどん、あの、たまに出てくる可能性があるということで、これからの B ラインというえ商品ラインナップが、まあ、あの、大量にはね、出てこないと思うんですけど、出てくるということなんでですね、まあ、それも楽しみにしていただきたいんですけど、今回はまさにこの木目のものが、 え、手に入っていただける。今ちょっとこうサウンドホールの中に乾電池とかみたいに入ってるんで、これがちょっとあれなんですけどね。あのー、これはね、あのー、エフェクト内蔵の思想、試作ウクレレになってちょっと、ちょっと様子が違いますけど、このディテールとしてはこ,こんなような感じっていうか、まあ、ほぼこれと一緒の木目ってことで間違いない感じかな。 はい、そうですね。全部私の方で見てますけど、そうそうこれのが少し大きくなったり小さくなったりっていう、本当に違いぐらいでしかないので、そプら、ねねはい、になったり、コンサートになったりということですね。まあまだ、あ、そういうことで、ちょっと本数限定にはなるんですけど、今ちょっとあのスタッフに確認したところ、いつ販売というか予約を受け付けられるかというとですね、今日が2023年の1月26日なんですけど、今確認したところ、16時ぐらいからガズレレ公式ホームページにですね、あの特設ページと、 とあの、いろいろこうご紹介するページがあのアップされるらしいんで、そこからちょっと内容を確認していただいて、ご予約をしていただければいいかなという風に思います。20%オフなんでこれかなりおすすめです。いや、もう僕はこれはやっぱ相当おすすめしたい。まあ、やっぱりあのにあのベトナムで作っているんですけど、結局その作っているのはまあ今あの今日登場していただいている金松さんとかそのもじゃ川上氏のまあす。ごい。あ、この目ですよね。 この、これが B ラインになっちゃうっていうのはちょっと僕もびっくりしてるんですけど、まあだからすごくそのぐらい、あの、いつも最終チェックみたいなのはすごくしてくださってるってことなんですよね。やっぱり。はい、もういつもこだわって。 材料からこだわって丸田んぼから買ってきてんだもんね、木材をね、<laughs> だからそこがやっぱりね、ジーラボガズレレウクレレの、まあ、強烈な強さで、だってあの、その丸田んぼだってね、あのパッと行ってこれくださいって時にはいかないんですよね、その地元の信用とかそういうのがある中でね、こういう上質な木材が手に入っていてで、丸田んぼを切っていく中で、たまたまこういうふうに出ちゃったものというところなんで、逆にね、僕にとってはこっちの方がなんがある意味、すごい価値も感じちゃうみたいなところがあるんで、ぜひ皆さん、 皆さんですね今回、この、えー、募集期間中の新しい、まあ、ラインナップ、B ラインという、ね、ラインナップが加わったというお知らせ、えー、でしたんですけど、まああの、ご興味持っていただければというように思います。今あの、僕聞いたんですけどね、金本さん、今、春節、えっと、春節ですね、中国でいうと春節。ベトナムでいうテトというところで、今ね、ベトナム旧正月でもね、経済とかね、あの止まってんですよね。 はい、それでなんと日本に帰ってきてるという話だったんでね、まあ、お寿司とかおでんとか、なんかいろいろラーメンとか食べていただいてです、ね、あの寒い時にまた来ちゃったなというふうに思うんですけど、引き続きちょっとね、あのベトナムの方であで、この G ・ラボウクレルたちのこのね、あの素晴らしいあのクオリティをあをさらにアップロードできるように、よろしくお願いいたします最後、なんか一言だけ皆さんにご挨拶お願いします。あ はい、えーと、G ラボベトナム工場では、まあ、これからもですね最高品質のウクレレを、えー、作っていくように、まあ、毎日毎日アップデートしていきますので皆さんも応援よろしくお願いします。 ありがとうございいまますすよろししくお願いします、はい、え今日は突然の,、ね、あの対談動画となったんですけど、やっぱこういう話っていうのはね、その現地で本当にやってる人をやっぱりゲストに呼んでもらうっていうのは、僕もすごくこう、まあ、これからこういう機会をまたね、増やしていきたいなと、またあの登場してくださいあの、もじゃ川上氏とも一緒にね、なんか工場のやつとかもやっていきたいと思います。ありがとうございました 見てる方、もし気になる方、今日のの、ね、1月26日午後、えー、と16時次に、えー、ガズレレ公式ホームページでこの B ライン、えー、ぜひチェックしてみてください、えー。それでは今回のガズレレ動画、これで終わりにしたいと思います。あっちからこっちから盛り上げていきましょう。さようなら、バイバイ。